自分で何か動くところまで気持ちがいかないっていう人が多いなで、それも周りの子もそんなにやってないしなっていう風に、今回この会を開こうと思ったのが、震災支援を続けていく、これから長い期間必要になってくる支援を続けていくっていうところで、学生だけの問題ではないなっていうところがあって、私たちも学生団体でやってはいるんですけれども、自分たちだけでできることはやっぱ少ないですし、今後も続けていくっていう中で何が必要なのかなっていうのを自分たちも模索していきたいですし、それをやっぱり市民の皆さんとか学生も含めて大人の方も交えて話すことで何かこうきっかけを得れないかなっていう、何のために行くのかとか、その自己満足になっちゃうじゃないのみたいな、そういう問いかけがあって、で自分も行ってる間一番なんかこう自分のためにの支援になったらダメだなとか、すごいいろいろ考えた1ヶ月だったんですけれども、ただ単純に学生暇だから長期的に入れる若い力で、若い人が行くことによって勇気がもらえるっていうのも理由の一つだと思うんですよ。で、まあ、正直学生だから難しいこと考えずに、理屈は大人に投げて、若者は元気を与える存在であって、感情的に動かないとこの復興は進んでいかないんじゃないかなって僕は思います。一番少ないやつで2回目で休んだらアウトっていうのがあって、行けたとしても13日ですか、13日しか行けないですし、1週間行ったとしてもそれで何かその小さなことではできると思うんですけど、長期のボランティアっていうのは13日ではやっぱり長期とは言えないですし、なんか行った方も行ってわーってボランティアしてわーってすぐ帰ってくるみたいな、なんかバーらしいじゃないですけど、そんな風になってしまうのかなと思います。なので授業も大事です。学生は卒業できないと就活の方とかにも関わってきちゃいますし、その就活の会社の方が、あ、ボランティアやって単位取れなくて1年留年しちゃったのねっていう風に理解してくれたらいいと思うんですけど、よくわかんないんですけど、学生としてはそういった受け入れ体制が本当になっている企業が多いのかなっていうのもすごい疑問に思ってます。まあ、授業忙しいわけですよ。で、まあ、1週間も2週間も学校がいなくなっちゃうと僕も二度ついていけなくなるし、まあ需要の数たくさんあったらそれだけで大変だし、まあそれを捨ててもう留年してもいいやってぐらいの気だけの折りがあればもう伸び伸びやれという。研究室についても同じで、まあ、僕、まあ、4年生になって研究室に慣れない研究室生活をやってるんですけど、まあ1週間2週間、まあ、いなくなったら大変なことになるなっていう感じで、まあ、これもうこの場に居づらくなってもいいやとか、もうこれを卒業できなくてもいいやぐらいの気だけの折りがあればいけると思うんですけれども、僕はそこまで確保できなかったので、今こうしてここにいるわけです。支援物資を、サポーシーと一緒にずっと現地に運んでたんですよね。で、僕自身もそのこの復興支援地図とかも現地に行ってきたものなんですけど、やっぱり、大人から行くのは当然自分らでお金もあるので、時間を作っていかなきゃダメだと思ってて、学生さんってやっぱりいろんなしがらみがあって、僕も学生時代があったんで分かるんですけど、先生とかにももちろんよるし、入ってるゼミにもよるし、けどこうやってここの場所に来てるっていうので自分が一歩も踏み出してるんで、その一歩踏み出すっていうのが受け身じゃなくて自分から積極的に動くっていうことやから、だから何て言うかな、その社会に出た時に自分の経験にするためにやっぱり一歩踏み出すっていう経験をしとかないと、社会に実際就職運よくこの時代でもできたとしても上司から言われてやるだけの人間になってしまうので、だからここに来てる学生さんたちは絶対に他の学生さんたちよりも目がある人らが来てると思ってるんで、ぜひ次の一歩に続けてもらえればなと思います。ボランティアってのはやっぱりいろんな動機があって感情があって、自己満足的な、僕はだから結局現地の空気を吸いたかった、そして現場を見たかったっていうのと、まあどれだけ力があるかわからないですけどっていうことで僕は参加させてもらいました。言われて参加するものではないのではと書いてるのは私なんですけど、学生さんがそんな、いや私にも大学生一人いるんですよね、二人います、娘とただ息子に行けとは言うような気持ちもなかったし、会社にも内緒で行きました。ただ上司にも言いましたけど、いや帰ってきてボランティアしてきたぞって言えるものでもないんじゃないかなと、なんか語り部にはなれないんですよね。
なんか恥ずかしいとかじゃなくて、行ったことを自慢すると思われるの嫌だしっていう気持ちも働くんですね。ぜひ皆さんにお願いしたいんですけど、すごい支援っていうとすごくこう幅広く、どこまでいつまで、どれくらいの範囲でみたいなことってすごい大変だと思うんですけど、たった一人の方なんですよ。たった一人の方でいいと思うんですね。で、実はエゾロックはなんで支援するかというと、若者を送りたいというのが一つなんですけど、もう一つは、今回そのネオスさんのスタッフ の柏崎さんと女の子が実家が釜石なので被災して、それで活動してるんですけど、僕たちはその子とお友達なので、その子が実家が被災したんだったらその子のために組織として全力注ぐのは当たり前だろうっていう考え方しかないんですね。なので、ある意味たった一人のためにたった一人動きたいと思っているぐらいなので、実はその学生の方でもなんか広く捉えるのではなくて、実は友達のこの人を僕はずっと支えたいし、その人と友達ずっといたいっていう形で、感想としてはもっと学生の方たちの一人一人の意見をこう聞ければもっとこうなんか良かったなと思いました。僕としてはもっとガチンコ議論したいんですけど、やっぱり表面的ですよ、動画内でも。まだまだなんか本音で思ってたりとか、なんかもっとこれおかしいでしょうとか言いたいことあるはずなんですけど、多分そこまで難しいですね、こういう場合踏み込んでいくと難しいと思うので、けど本音は多分もっともっと言いたいこととか考えてることあると思います。そうですね、やっぱり自分学校にいると、その震災支援とかを考えてる人ってすごい少なくて、私の研究の方面にいるのでなんですけど、やっぱりこうやって何かやろうとか、何かやったらいいんじゃないかなとか、そのちょっとでもやろうかなっていうふうに思ってる人たちと話したりとかする中で、具体的に何か絶対これはっていうのは見えなくても、一人じゃないなんていうのはやっぱり強いことかな。それが学生の中でもそうなんですけど、やっぱ大人の方も交えてできたのがすごい良かったなと思います。